My Gashla number 3. If he wins today and he wins two more days, he has a chance to move up to Sanyaku. So, he's a motivated. But at this point, I think Senosato has more to lose. He's a Nozeki. He hasn't won. 2年前は1年間の対戦で見ますと、青山が4勝1敗と、対稀勢の里戦。2年前の対戦を上回りましたが、去年は稀勢の里が4勝1敗で、この青山戦、苦手意識を少し克服したかに見えたんですが、先場所、また完敗でした。さあ、その嫌なイメージをどう吹っ切って、Step in, 稀勢の里が当たっていけるかどうかですが、put the pressure against his opponent. So, this is what he needs to do. But the last two bouts, またこの大事な日にこういう割が組まれるんですね。Against Hakuho, in fact, against Hakuho, 先場所ですから、come up the first time. 自分のその力の出る形にね、また。まあ、そういうこう相撲内容に持っていけるかでしょうね。一番稀勢の里にとって大切なのはどんなところですか。まあ、当たって左の突き、まあ、突き放してきますけれども、なるべくこう密着をして下から行くことですね。まあ、そうすればこう自然と左が入って形になれるでしょうから、あまりこうなんていうんですかね、相手のこの突きをまともに食らってしまうと、まあ、相手の距離感もね出てしまうので、まそこは一番あれ大事ですね。これまでは大体こう受ける形になってしまう、圧力をまともにこう自分の体で受けてしまうような相撲で敗れています。そうさせないためには立ち合いの踏み込み、一番大事ですよね。これが大事になってきますかね、はい。まあ、ここ2番は踏み込まれて、はい、負けてますから、横綱戦ですね。そうですね、はい、ここ2日間稀勢の里、まあ、その前の相撲はすごい自分のこう流れで相撲を取ってましたから、はい、さあ、yes. 先に豪栄道が勝って2敗のまま、そして土俵下には先頭を行く白鵬が見つめる中で、As much as Kisanosato needs to keep his 追いかける展開に変わった稀勢の里。今日の相手は先場所敗れている相手です。Don't make a mistake of standing straight up. 立ち合いの踏み込みが大事、稀勢の里。You need to stay low against 青山もこの稀勢の里戦は闘志をむき出しにしてぶつかってきます。Time to explode from that crouching position. 立ち合いです。Ozeki, Goedo and Senosato did what they had to do today, and that's to pick up wins so that they could stay one win away from Hakuho. Now Hakuho has to prove in the next bout that he wants to win the tournament. He needs to win to keep one win away.まずこちら向正面側ですが、向正面谷川さん、張り差しでいきましたね、今日は。そうですね、張り差しで相手の動きを止めましたね。右から張れば左が入るので、はい、それで自分の形にしましたね。どうでしょうか、落ち着き具合などは谷川さんの目からどう見えましたか。落ち着いてたと思いますよ、はいはい、左四つになってからのその体勢を低くしてるんですね、うん、相手に力を出させない体勢にして寄り切りましたね。最後は青山が内緒を切りに来たところを稀勢の里が寄り切りました。正面は玉ノ井さんですが、玉ノ井さん、稀勢の里らしい相撲だったんじゃないでしょうか。まあ、そうですね、形になりましたし、はい、まあ、前にも出てますし、まあ、良かったですね。そうですね、はい、明日が照ノ富士戦、今度は勝った稀勢の里が白鵬に力水をつけます。 The Soul Leader 11-1 up against 8-4 Kakuryu and
稀勢の里 gives the 力目風 水 to 白鵬。Hakuho, his kachiage, right forearm, has been fierce the last 2 days. Dispatching the two Ozeki, Kisenosato and Goedo, on successive days. Hasn't won a Yusho since July. That's a drought for someone who's picked up 35 so far. One thing I noticed this tournament with Hakuho is that on the day that he faced